feeling my heartbeat no more, but I found my melody. I'll take one more please. サラのセールで購入したものが届いたので開封しようと思います。先日スタートして私はガチ勢並みに前日からチェックしてカートに入れて10時販売開始だったと思うんですけど、もう開始1分ぐらいでプチって買いました。はい、すぐ買ったので全部買うことできたんですけど、数分経ってみたら売り切れてるものとかもあったので、やっぱり気になるものとか絶対欲しいものがあるときは絶対待機して買うのがいいなって改めて思いました。まず1個目がじゃーん、シャツ、まあ、今回シャツしか買ってないんですけど、このストライプのシャツを購入しました。これはもう開始3分ぐらいでもう売り切れ、全サイズ売り切れてたんですけど、私は XS をゲットしました。大きめサイズって着てあったので一番ちっちゃいサイズにしてみたんですけど、いい感じかも、かわいい。もう一個もジャンシャツ、白シャツを購入しました。これも XS で、これはねまだね在庫ありました。なので、あ、ちょっともうちょっと待ってから、値段下がってから買えばよかったなってちょっと後悔したんですけど、半袖とノースリーブの間ぐらいの袖の長さのちょっとオーバーサイズめなシャツです。ボタンがかわいいで、お洋服は欲しいものはまだ4つくらいあったんですけど、全部値段がちょっと高めで全然下がってなかったのと、あのジャケット類だったので多分夏服はすぐ売り切れるんですけど、冬服は最後の方まで残ってる印象だったので一旦やめて値段が下がるところまでギリギリ待って、まだその時も欲しかったらポチろうと思います。はい、これが本命なんですよ。また改造 DIY してると思うんですけど、それに必要なものを購入しました。お、すごい。まずベッドカバーを購入しました。初めてザラホームで揃えてみました。揃えてみましたというか、掛け布団とクッションカバーのみなんですけど、このね2つも速攻売り切れてました、私が確認した限りで。今回まだ動画で言ってないかなと思うんですけど、今シングル使ってるんですけどダブルベッドに変更するので大きいサイズを購入しました。はい、これがもう本命です。もうめちゃめちゃ前から欲しくって、ずっと悩んでたらセールになったのでもう即決で買いました。うわ、すげえ、こんな感じ、重た、セラミック、とりあえずこんな感じになる予定です。ライト、かわいい。前回の動画であのベッド横の棚大きめに作ったんですけど、本当このライトを置く用で若干大きめに作ったので、今回はそこに置こうかなと考えてます。かわいい。はい、じゃあこれからベッドの DIY 頑張ろうと思います。Yeah.
Thank you.
CM 書類が可愛い、うん、これが可愛い。いい感じ、きなりだ。いい感じかも。うわ、おいしい。うん、うまい。Colored world tonight, as beautiful as it seems. I wish it were black and white. I wanna let you in, where the chemicals collide and every emotion flares, lighting the midnight sky. Ooh, looking through a cloud.